秋カウリスマキは、フィンランドの映画監督、脚本家、編集者、プロデューサー。1957年に、オリマッティラで生まれる。タンペレ大学に進みメディア研究を専攻。作家志望だったが映画に惹かれ、タンペレ映画祭主催団体のメンバーとして、活動、学生誌にも映画表を書く。卒業後は、アニメカ・カウリスマキを手伝って、自主映画制作に携わる。 女監督や脚本の他俳優もこなし、1981年には兄の作品、ザ・ライアーで主役を演じた。自作品では労働社会級を描くことが多いが、自らも郵便配達、皿洗い、レンガタブロイド指揮者などを経験している。1983年、初の長編劇映画監督作、罪と罰がフィンランド国内で評価される。 1986年のパラダイスの夕暮れが東京国際映画祭やカンヌ国際映画祭に出品され国際的に注目される。1990年にレニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカが世界中でヒットし日本にも名が知れ渡った。2002年、過去のない男で第55回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞。2017年、 希望の彼方が第67回ベルリン国際映画祭で上映され、銀熊賞を受賞。同作を最後に映画監督の引退を宣言した。兄のミカ・カウリス・マキと共同で映画制作会社を設立しており、ほとんどの作品で脚本や編集も兼ねる作家主義の監督である。社会の底辺に属する労働者や失業者を主人公に据え踏みにじられる。 人間性とその回復を描くことが多い。恋愛、犯罪、地、旅、音楽といった古き良き映画の娯楽要素を受け継ぎつつ、大行な演技や劇的なセリフ回しを排して等身大に演出するのが持ち味。ひ々としながら持ちの通った人間参加を天性のユーモアで成立させている。ロケーション撮影を多用して描かれるフィンランドの庶民的な風俗。 風景も見どころ。脚本執筆においては、配役を決めてから、登場人物の性格を肉付けすると言い,い、信頼する馴染みの俳優を頻繁に起用する。とりわけ、マッティ・ペロンパーとカティ・オーティネンは、主役級の常連で、秋作品で、それぞれ国際的な演技賞も受賞している。撮影は、ほとんどの作品を、ティモ・サルミネンが担当。モノクロ、 またはサイドを抑えた無機的な色彩、カメラの動きの少ない淡白なタッチが一貫して採用されている。コメディ作品も同じスタイルで、一見文芸的でオフビートなユーモア感覚が醸し出されている。影響を受けた監督として、ジャンピエール・メルビル、ジャック・ベッケル、ロベール・ブレッソン、ジョン・カサベテスラが挙げられている。日本の監督では、兄の勧めで見た。 小津康二郎を敬愛しており、黒沢明も研究したという。アメリカの映画監督ジム・ジャームッシュと親交があり、レニング・ラード・カウ・ボーイズ・ゴー・アメリカには、彼が中古車のディーラー役で出演している。コントラクトキラーにゲスト出演したミュージシャン、ジョー・ストラマーは、ジャームッシュが秋に紹介した。妻のパウラ・オイノネンは、画家で、いくつかの作品のポースター画を手掛けている。年。 カラマリユニオン公開時、ありがとうございます。